どうも、ワンバンコでございます。僕です。お久しぶり。ということでね、近所でお祭りでございます。ただもうね、今雨がね、明野の方が降ってきたみたいでね、まあ残念ながら、あまり人がね、出てないんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、どうやらね、コロナの影響で出店の方がですね、あんまり出てないみたいですね。昔はね、型抜きでめちゃくちゃ、あれですよ、難癖つけられましたよ。キノコとかね、完全にできてんのどに、の話でもで型き抜きてをんのするに、ここが欠けてるとか、あそこが欠けてるとか、そういうことでございます。と、こういう感じだね。痛ましい話ですぞ。ちょっとね、やってなかったからね、下手になっておりますね、どうやらね。かなり被弾する。申し訳ない。今日は先に謝っとくわ。かなり被弾するぜっていうね。被弾デーでございます、今日はね。まあ、マッチングすればいいですけれどもね。マッチングはどうなんだろうな。声もカスカスでございますからね。親指がね、またやっぱちょっと痛みが出てきたんじゃねえかっていう。右手のね、親指が。どうもね、痛い。月キャンはそこまで負担になってないと思うんですけれども、同調子にしてからね。ただやっぱちょっと痛いのよね。だから、寝る前に湿布を貼ってね、テープで止めて、両方の親指が痛いから。高橋名人です。アルタス。まあちょっとね、みんなお食事の時間帯でございますから、僕はちょっとね、今外食の方をさせていただいて、ジャンボアメリカンハンバーグをね、食してまいりましたけれども、ちょっとね、ちっちゃい頃からある 洋食屋があるんですけれども、皆さん、こんばんは。2分でポイスターさん、ワンバンコでございます。ね。ポイスターさんは最近何？もう、対馬やってないんですか？まあ、さすがにね、アーマードコア出たりとか、なんだっけ、宇宙を旅するゲームとかね。あと、ちょっとね、ライズ・オブ・ピーっていう、ピノキオのゲームが最近出たと思うんですけれども、あれもうね、2年くらい前から僕は注目してたんですけれども、ちょっとどうなんだろうね。様子見です。プレイ動画とか見てますけれども、やっぱりね、ブラッドボーンの方が面白いんじゃねえかっていう心持ち？どっちかって言ったら。いや、もうこれは失最礼。近は対馬してないよ。匂う蓋してますよ。あ、匂いしてます。うたさんがね、匂いをやって、うたさんとか健太郎さんが匂いをやるって言ってやってるんですけれども、僕もね、一応、深部18くらいまで行ってるんじゃないかな。だからちょっとね、久しぶりに仁王もね、いじくってるんですけれども、完全に操作性忘れちゃった。ボタンがもう追いつかねえぜ。だから修練場で、ちょっと練習してるんですよね、今ね。やっぱ新しいゲームとかやるとね、慣れるまでに1週間ぐらいかかっちゃうの、もう。そういうお年頃なのね。だからまあ、もうちょい、
2王2はもうちょっと練習すればできんじゃない。おっと、オルトス、オルトス、おっと、これはなかなかですよ。いいんですか、優しい方ですね。なんだかんだやっぱ人がね いらっしゃるっていうことでね。アルタス、うう、いきなりね、いきなりハードモード。血を進む鉄、とにかく、とにかく倒れない、倒れないこと、被弾も少なめにしていきたいところ。オッケー、いいよ。早速なんか、いいじゃん。あ、助す、助かります。お、まだいんのね。いたわ。どこ撃ってんだ、てかどこを切っとるんや、まあ、僕がですよ、もちろん。お前じゃ、あー、そっち、そっち、そっち、いないの、もう。アルタス、いるわ。いやー、こんなところに、ダメ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 。ワープしてくる、ワープしてくる、ワープしてくんの。あー、アルタス NT パイセン、助かるわ。こんばんは、ニコニコ。あ、リーチさん、ワンバンコでございます。アルトスね、ちょっとごめんなさいね、本当にね、 お酒の件ではね、お力になれなくて。まあ、どんなお酒が好きかによるって少しはね、アドバイスできると思いますけれども。リーチさん、お久しぶり、こんばんは、ニコニコ。アルタス、二重間タンク、笑い転げる。アルタス、助かった。やべ、あれないんだよね、受け流しはちょっと僕は無理だな。ポイズンさん、こんばんは、ニコニコ。死なないでよ、爆発しちゃった、死んじゃった。いや、まあいいや、ちょうどいいね。いっぱい食べてきてください、いっぱい食べてください。これこの移動がほんと怖いよね、ほんと嫌いよ。隠れるほどのことではないんですけれども。ああ、お前、そこはね、そこはちょっと困るな。あいつうぜ、おはげし、この、この借りは返し、前は
え、まだいんの？もしかして。いや、もう、おー、バカ野郎、危ない、助かった。あ、クラウンさん、ワンバッコでございます。あ、アルタース、さらなる敵が向かってきている。クラウンさんももうやってない？アーマードコアかな。ライズオブ P やってる人いる？助けてくれ、助けてくれ、どうなってんだ。いやー、大変なことになってますよ、大変なことになってますよ。お、ザル、ナイス。弓取りが逃げちゃったのね。仕方ないね。トリオで行きましょう、トリオで。危ない、隠れちゃうかな。いやー、隠れちゃうかな。闇討ちやるのね。あ、ないわ。あー、ごめんよ。いやー、失敗したわ。助かった。久しぶりだからさ、言い訳です。いっと、てめえ、このその心を洗ってるで。おーい、おい、おい、やっと助けてくれ、助かった。エキサイティング、エキサイティング、大丈夫、大丈夫、なんかすっごい爆発してるけど。おいよ、あー、そこは怖いよ。ここはね、まだいんの？いた。あー、怒っちゃった。来た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 、危ないよ、そこは。ナイス。手こずっちまったわ。キラ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 。久しぶりだとね、やっぱマナコのこの動きが、ちょっと、あれだね。今のはミスったわ、完全に。言い訳だね。そこじゃなかったわ。闇討ちしないとって思っちゃったね。陣地内ですればよかったのにね。大丈夫かな。あ、防衛地内ね。会長よ、おるやん。どっち、どっちに行った方がいい？
バーパイセンなら大丈夫じゃねえかっていうふうに崖でした。ここもね、そこ出ちゃった。あ、ルーナさんワンバンゴでございます。すげえことになってるやん。お前この待ちなさいよ。どこや。お前じゃ爆発しないよね。まずいんじゃね。おお、ちょっとこれはまずいね。あ、抜けちゃった。どんどん人がいなくなってきますよこれは。こいつほんとディレイかけてくるからね、このドッシュボーイズ。あー、向こう、向こうか。アルタス。おわー、ジンさんお久しぶりでございます。アージョ、よし。おお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 。ナイスエイム君だからな、こいつら。あーずーずーずー。あ、ゲンタロウさんワンバンコでございます。まずいまずい、危ないよ。いけるか。とりあえず一陣地は確保したぞ。頼んだ。おお、ちょナイス。ゲンタロウさん、ニオウ2はどうですか。僕もね、久しぶりにちょっとね練習してますよ。全くボタンの位置が分かんなくなってるけど、ニオウはねすごい難しいのよね。おー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 、もしかして天狗がいるんじゃねえのかこれ。天狗ですか。よし、復活したな。お、ウタースさんワンバンコでございますよ。アルタース。ちょっと待って、あっち行け。ああ、お前それずるい。そりゃずるいわ。そう、ああ、もうずるくねそれ。練習してますだからキャリーできるように。もうねボタンの配置が難しすぎてね、しっ
訓練所から出てこれません、まだ。1週間はね、かかっちゃうのよね。あ、大丈夫か、おい。深部ね、10、20までは行ってないような気がするけど、 15?10、 あれ5ずつでしたっけ、15かな。やばい、おっせ、何しとんの。それ以上は行きたくないわ。ああ、お前じゃないけどいいや。あ、やばい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 、みんなごめんね。ちょっと本当にね、久しぶりだから。久しぶりです、ステツはね。アルタス、これはちょっと崖行きます崖はで倒れられると結構きついんだけどな。敵の新手が姿を現した。私もスステ続き久しぶりに見ましたが難しそうですね。嬉し泣き、やっぱり W。 あ、やばい、ナイス。どこや、待て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 、嘘だろ、助かった。うわ、紫がおる、紫がおるのじゃ。あー、残ったか。今や気がついたわ、 W スステツ嬉し泣き。いや、ずるくねえか、マジで。勘弁、押しとるのよ、押してるんだけど、ああ、それは僕はいけないわ、当たっちゃ。買っちゃうよ。いやー、こっちも来んの。
あ、バカ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 。おいー、ごめんよ、今。ソーリー、頼む。頼む。ああ。ちょっと今のはね、今のも完全なる僕のミスです。イザナミ撃ってくれ。イザナミブリーズ。蹴っ飛ばされた。ナイス。やばい。その前に、やばし。え、なんでもこいつらしかいないんだ。とっとと終わらしていこう。よし。いや、絶対にそっちにいるよ、いっぱい。ああ、そっちじゃねえわー、そっちじゃねえわー。ちょ、いや、まずい。やばい、ケイオス、いいよ。いい感じにケイオスだぜ。お前、それはずるくねえか。あー、ちち。あったっす。ああ、お前、そこにおったんかい、あれ。ニオはね、ほんと、ボタンの、忙しいゲームですから。いた。どこ行っとんねん。大丈夫か。まずいんじゃないかな。いや、恐ろしか。これはね、ばらけない方がいいんじゃないかな。3人で行かなくていいんじゃねえかな。まあ、行くのかな。だからみんなで行った方がいいんじゃないかな、これ。いだ。なんで燃えたの？あれ、歌いないじゃん。ちょっと後ろに逃げる癖が。歌ですね。アルタス。おお、いいんじゃない。ここまでは順調よ。怖いわ。いや、なんとか進めてます。ねえ、倒れない、被弾しない方が無理。
まあでもこれくらいケオスな方が面白いんじゃないの。四角にヒアリが出てくるのやめてほしい。いやーどっちかな、崖じゃねえか。やっぱね、浪人がね、おい、ヒアリ、何してんのや。どげろどげろどこも毎回。いいよ、オッケー。ついていくとね、僕の、あ、このブランコみたいな時は、バカ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 、危ない。どこや。あ、もう。もうおらんのかい。あ、あー、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。ちょ、無理だわ。オッケオーブね。あ、オーブね。危なかったわ今。崖行くの？崖は怖いぜ。ああ、登れなかったわ。ここで一回出しとかないと。ヒアリオメ君いる？あいだ、あ、そっちじゃないんだけどね。ダブルくないでね。バカタレ。大丈夫かなこれ。ナイス。シルバーパイセン。もう、あ、やべ、あっちに隠れたか。撃て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 。
助かったわ。お前おるんかい。よし、おーい、まだいたの。よし、行くぞ。まだいんの。ちょっと助けてくれ。あー、やばいやばいやばい。あ、取られたのね。おー、ラグいんだね。うわ、天狗がいるじゃん。なんでやねん。なんでやねん。ごめんよ、みんな。おお、いきなりやってきたぜ。ラグくなるのやめてほしいね。あばい、どこになった。オッケー、まだおんのかい。あばい、毒を忘れとった。怖いよ、そこが。そこが怖いのよね。 OK。 カスタムで迷子はきついな。ナイス。いやー、ちょっと見えないところのね、ヒアリはちょっと勘弁だね。同時押しの調子もちょっと悪い。うわ、そこか。鬼よりこいつの方が嫌いなんだよ。どこ行っとんねん。まあいいや。あ、やばい、やった。あ、やべ、そっち行ってたか。あ、モーリーさん、アルタス。
ワンパンコでございます。やべ、死ぬ死ぬ、なんかいろいろと、まあラグのせいにだけはしたくないけど、ラグだけのせいにはしたくないですけど、ラグいっすね。やべ、助けてー、助かった。いや、行かんくて、行かんくて、崖行かんくて。よし、ちょっともういいかな。ああ、まあこいつに使いたかったわ。ちょい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 、君に決めたわ。あ、一番厄介な時に復活しやがって、もう何今の、つっつかれたの、すまねえ、すまねえだ。ちょっとやっぱゴリ押ししすぎたね。ちょっとゴリ押しすぎた、申し訳ない。なんとか、なんとかここまで来たぜ。だよね。バカバカバカ、もう、おお、もよのさんワンバンコでございます。バカバカ、うう、ちょっとちょちょちょ、それはまずいんじゃねえか、まずいんじゃねえか。助かったわ。やっぱゴリ押すと死ぬ、さっきみたいに。行ったのね。おう、マジで。おーい、マジか。これはきついぞ。
ここはねきついんだよ。仕方ねえな、ここは。間に合うか、あれ言ってくれんのか。やべえな、何もねえ、何もねえ。ナイス、助かったわ。ここまで来たのに。まずい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 。ナイス、終わったろこれで。ああ、そこは無理くりいくか。無理くりいった。いや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 、スノードル、落ち着いてください、落ち着いてください、落ち着いてください。来すぎだわ。死んでますやん。いやでも体力残っとったやん今、すごい。いやすげえ死んだ、6回も死んだのね。アルタス。いや久しぶりの対馬がススてつからっていうのはね、なかなかですよ。クロードが残した数々の手柄、アルタス、その一つをお話ししましょう。アーマードコアはね、結構やってる方いらっしゃると思うんだけど、ライズオブピーをね、プレイされてる方いらっしゃらないかな。どの伝承に惹かれますかな。いや、惜しかったね。浪人の方ね。だからまあ、どうだろうね。あって、崖と向こうの小屋ですか。ススてつはね。離れてるから、両端で、あ、買ってない?ちょっとね、どうなんでしょうかね。世界観はブラッドボーンみたいだけどね。動き若干もっさりしてそうな感じに見えたんだけど、どうなんですかね、あれは。もうちょっと待ってみようかなと思ってます。やっぱりね、配信されてる方のコメントっていうかね、クリアコメントとかレビューとかそういうのを見てから買っても遅くないね。また操作が若干難しそうなのよね。武器が壊れるシステムでしょ、あれ。武器を直さないと。まあでも結構前から注目はしてたゲームなんでね。
無料の体験版遊べばよかった。なんかそういう気分になんなかったから遊ばなかったけど。最後は人間になるのかな。ピノキオの話をね、モチーフにしてるってことはね。で、映像を見ましたけど、まあ、完全ダークソウル、ソウル系の、カメラワークといい、スタミナゲージとかといい、まんまだったね。ソウルライクっていう感じっていうかもう、ソウルだったね。どっちかって言ったら。あれは何ですか？インディーゲームなのかな？インディーズゲームだと、僕はバイオミュータントですごい痛い目を見てますから、8000円の時に買いましたからね、バイオミュータント。全体的には面白かったけどね。アップで修正される前とかで遊んでましたけどもね。銃をただ撃つゲームになってましたけれどもね。ああいうこうファンシーな動物が銃を乱射するっていうようなゲーム って考えると、バイオミュータントは相当レベルが高かったかなと思いますけれども。ああ、そうだ、なんだっけ。11月くらいに出るね。アンリアルエンジンで作った、ちょっとダークなゲーム？なんだっけな、名前忘れちゃったな。あれもちょっと期待してんだよね。まあ、それは完全ソウルライクなゲームって言われてますけれども。浪人のやつ？浪人のやつじゃなくてね、ちょっと西洋のね、闇の魔王が復活してどうのこうのみたいな、なんかまあ、ありきたりのロールプレイングゲームっぽい、ストーリーでしたけどね。英語でちょっと長いタイトルでしたね。日本版出んのかな？スチーム、まあ、パソコン系じゃないと思うけど、PS5 も書いてあったような気がするけど、まあ確かにね、映像の美しさって結構重要っちゃ重要かもしれないですけど、失礼、ぶっこきました。ジャンボアメリカンハンバーグがちょっとで、ね、出てき、今ちょっと出てこようとしてたんでね。グラフィックの美しさは重要、そこまで僕は重要じゃないかな。対馬でも十分綺麗だしね。まあ今はもっと、さらにその上を行く美しさなんでしょ？もう実写なんじゃねえかって思えるぐらいのクオリティになってるはずなんで、そこまで求めてます？皆さん。どうなんでしょうね。ゲームやる世代の方々ね。オルトス。これは
次こそちょっと倒れないよね。いや、ちょっと無理かな。倒れちゃうかな。もう今クリアできましたから。難しいステージがね、続きますね。果てのない黄昏時を生み出した。村を燃やし、灰へと変え、国中に破壊と恐怖を撒き散らす。こやつらに立ち向かうのはクロードのみ。たとえ数で劣ろうと一歩も引くことはない。なんでこここんなにめんどくさくしたんだろうね。お前は頼りになるな。かたじけない。もうこんなにダメージ食らってます。やばい。もし政宗発動したぜ。クロードは次々と敵をなぎ倒す。こんなにあって、この借りは返すな。あっち行っちゃった。まさかまだカラスいいんじゃねえだろうな。オッケ読み通りけど、ここね、来るまでに時間かかっちゃうからね。やんなきゃよかったかな。ナイス。助かったわ。やっぱちょっと被弾がね多いな。
敵の意識がまだ弾けていなかった。やれやれ。怖いな、ここ。あ、全然平気だった。この人お上手だね。もうそれだけはほんと勘弁してほしい。こんなとこで引っかかられるとね。災いが待ち受けている。クロードは悟った。クロードは務めを果たした。ドアップ。やべ、来た。ナイス。ドクチャドクチャ。あぶね。一番めんどくせえ。どうなんだろうね、アーマードコア面白いのかな。ちょっとロボット系は苦手なのよね、やったことないから。どういうゲームなのかね、気になるところでございます。あ、やってる。難しいよね。ナイス。
ずつ破られる。おい、どういうことやねん。かなこれ。ギアーいなくなっちゃった。回線3番番号でございます。まあ、やっぱり崩れるときはね、一気に崩れちゃいますから。それがね、対馬の怖いとこよね。ああ、もう重装備どうしようね。どうしようボーイ。刃の錆となり、多分もう死にそうだったから、正体送っとくわ。あんまりマッチしないからね、なるべくみんなこのつながりを大切にしていこう。おお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 お、ミリ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 。どっちや。あ、そっちか、怖いな。嘘だろ。ああ、でも捕まっちゃうからね、それ。ギャー、激しい戦いから退いた。助けてくれ。まあまあ、あのイザナミを撃てるぐらいはね。ナイス。本当ですよね。やばいんじゃねこれ。あっぶね。いた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 。今のあり。ひとまず敵を倒した。前は頼りになるな。そう、三人目から増えないよね。明る海鮮さん。3人入っちゃったらなかなか4人目が。敵が近づく。大地が大きく揺れる。
ス捨てつよりむずいんだけど。これはもう一陣地を頑張るしかないね。え？もう何で死んだ？この炎が燃え移ったのか。もう勘弁してよ、そ見逃してください、のそれぐらい。勘弁。ボケ。お、おとやにき。わんばんこでございます。なかなかね、マッチングはしないよね、もうね。仕方ないけど。だいぶ下手くそになってます、僕もね。もう5回ぐらい倒れてんじゃないか、これ。行った方がいいか、行かない方がいいか、微妙だね。やべ、天狗じゃ。違う違う、いえ誰かいいよ、やってくれよ。え、いいよ、どこにいんの。声優をやらない。いやいやいや、大きすぎ。これはまずいかもね。犬。今見てなかった、アルタス。あ、そうだよね。まあちょっとあのウォーロンみたいに募集してる人めっちゃ倒れちゃった。5回も倒れちゃった。今の紫はちょっとね、油断してたわ、見えなかった。ダメね。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。まあさすがにね。でも
2年ですか、このゲーム。どの話にいたしましょう。2年でね、この過疎っぷりはちょっとまずいんじゃないかっていう感じはするけども。始めましょう。ソウルシリーズとかね、ブラッドボーンとかもう6年とか、それくらい前のゲームですからね。それでもまだやってる人たちいますから。アフトス、雪赤なのね。みんな浪人で行く、もしかして侍で行く？レジェンダリー・グローさんはうまいんじゃなかった？めちゃくちゃ。雪に咲く赤。ちょっとここでなんとか完全制覇をなんとかね。バカ誰、ああ、何やってなかったのね、やってないのね。やっといてやん。あれ、どこ行った？やってよ。めちゃくちゃイザナムじゃん。なんだお前。いいだ。ちゃ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 、それ蹴っ飛ばされたらこっちのタイミングが。うざ。ごめんよみんな。永遠にチクチクされちゃった今。やってないとね、下手くそになりますね、何でも。じゃ、ここ最近忙しくて、できなかったんですけど、いや、いいよ。超絶ミリで残した。バカバカ、あぶねえ。煙を焚くだけのお仕事です。欲張った。もちさん、ワンバン5でございます。はあ、これは足を引っ張れませんよ。
遠距離じゃん、遠距離じゃん、頼むわ。いいよ、任せた。バカ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 、もううざい。ふう、危なかったわ。やっぱ人が登った後に登っちゃダメね。当たっちゃう。みんな、そりゃないぜ。みんないなくなっちゃうんだもん。いや、ひどい。オルトス。話したい伝承はたくさんございます。なかなかやね、なかなかやね。どの話でも語りましょうぞ。ちょっとね、お手洗いに行ってまいりましょうかね。とか一服しておきます。尿を2つかれました。ちょっと一服してきますよ。ムーノさん、お花摘み、チューリップ。トイレ。一服、便器。
あれ、なんでこの画面になっとんねん。健太郎さん、仁王つお疲れですか？まだまだやらないと。アクタス。まだまだやらないとダメっすよ。最初はね、まあでももう健太郎さん どの伝説結を構やられ語りてまるすんじゃか？ないです最か。後一戦だけ行こうかな。カお、フェパークレックリーイング。来ます？やりましょう。めちゃくちゃ下手くそになってますから、僕今。感覚が全然わかんない。やっぱ一回ね、放心玉キャンセル食らっちゃったら、もう一回押すのが、ね。ジジイの席ある？GC の席ありますよ。私の誰名な前のかでな？すよ、WW。やりましょう、遊びましょ侵入します。う。あ、侵入してください。VC つなげます？シェフさん、もよじろうさん、カウボーイの顔。行く。ディンゴリオか。少々お待ちをください。源太郎さん兼デ任ィ務、ンゴゴリリラ。オ。ディンゴリオがなっておりません。ワイも行く、ゴリラ。来てください。勝手に入れるようになってますから。新しいゲームね。何かあるかな。僕でも遊べるゲーム。やっぱ11月、10月、11月ですかね。新タイトルいっぱい出るの。まだやっぱりプレステ5のゲーム、単体のゲームってそこまで出てないよね。プレソステロフ、カス。ソモローカス。無理でございますよ。オートヤニキ。全然、ほんとね、超絶、立ち回り超絶下手くそになってるから、今。ポンコティです、ポンコティ。まあ、この世の中にはね、たくさんのポンコティがいますから、妖精ですよ、ポンコティってね。だるま先生の、僕のね、友達のだるま先生の職場、前の職場ね、段ボールを運ぶ仕事だったんですけれども、そこの植木さんっていう、名前出しちゃまずい。本当にその名前かどうかわかんないですけどね。ユウさんにしときましょう。じゃあね、ユウさんはね、行く先々、配達の先々で、ワイのポンコピー、訴えるような顔。脱糞をね、されるっていう、特殊な能力をお持ちの方がいらっしゃいましたね。一回それ完全に防犯カメラで捉えられてて、自動販売機横のゴミ箱の中に、ユウ・ヘンドリクス？台の方をね。案内お願い。ユウさんではないですね。植木さんですよね。台の方をね、なさって、普通だったらもう懲戒免職になるところを、やっぱりまあ今の現時点で、招待されちゃった。もよろんさんってフレンドじゃなかった？フレンド申請していただければ、あれですよ。あら、入れないので招待お願いします。W。あれ、入れない？入
入れるようになってるはずなんだけど。しましたよ。届いてました。できないようになったのかな。んなことはないでしょ。おほら、モーヨロンさん入ってきましたよ。パーティーつなぎます。ゲンタロウさん喋らずに行きます。お兄ちゃんはどちらでもキャラ声乗らないですけど、それでもよければ。あ、なるほどね。取り資格？え？お、アルタス。ヌノさん、皆さん、こんばんは、キラキラ。お、しんすけさん、ワンバン5でございます。あれ？ちょっと待って。ゴリさんってフレンド？あ、本当ですか。お願いします。しんすけさん、こんばんは。お、どうも。お、どうも、ワンバンゴでございます。こんばんは。よだれを垂らした顔の なんでですか。え、みんな資格でもいいんですよ。いや、知らないですよ。じゃあ、ゲンタロウさんの資格でいきましょう。どの伝承に場所どこにします。温州、葵にします。じゃあ葵で。あ、あれ持ってないな。受け流し誰かやります。積んでます。伝説をお聞きになりますかな。わかりました。じゃあね。痛ましい。え、よくわかったね。これゾンビっすよ。あ、しんすけさんもゾンビなの。何か問題でも。ハルクじゃなかったと。みつけさん、ウイルスにやられてたんや。あ、そうなの。 B ウイルスとか。あー、どうも。闇打ちなし縛りね W。 はいはいはい。パーティーのボイチャで、ボイチャ開いたときに、点3つのとこあるじゃないですか。チャイマス W、笑い転げる。ボイスチャットの設定で、パーティ
音声をシェアを許可しないにすれば。あ、オッケー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 。ありがとうございます。できました。なんでワイだけ闇打ちなし縛りなの？え？闇打ちなし縛りなんですか？でもワイそしたら服や服しかできない。なんで今源太郎さんなんかあの現地人みたいな、みんな死ぬよこれ。これしたらみんな死ぬよ。闇打ちしたらみんな死ぬよ。みんな気をつけてね。闇打ち絶対ダメよ。しんすけさんごめん。しんすけさんの名前を言いながら闇打ちするのめっちゃおもろいね。しんすけさんごめん。だって闇打ちは勝手に出ちゃうから。まあ防御力無視っていう魅力がね。RPG とかって言うとね、防御力無視みたいな。怒られた。やんなやんて。保護者か。オッケー。落ち。はい。行く。オッケーオッケー、いいんじゃないですか。順調よ。いつか。バンザーイ。めっちゃエコーかかってった。違うの、そんなつもりないの。じゃあ、ね、いた。いや、はい。いいんじゃない？え？これからですか？これからですよ。これからですよ。ゴリさん大丈夫ですよね。大丈夫ですよ、そりゃね。僕今まで徹底し闇討ち。ああ、やばい、捕まった。ああ、はい、もうまずいぞ。ワイじゃない、ワイじゃない、ワイじゃない。どこだどこだ、捕まってるのどこだ。間に合わないな、間に合わんな。ダメだ、お空の家を見てた。あざます。あ、ナイス。うわーいー、ええ、なんだ。あそこで今闇討ちが、おお、闇討ちしてますよ。闇討ちがっぱかな。ナイス。何何？おい。な、あっ。いや、押したよ、押したよ。やばい。あー、燃えてるけど闇討ち。あぶねえ。イヤちゃんやりまーす。いた。あのゴリラ闇討ち。ちょっと待って、捕まったら話しといていいっすよ。助かった。まだいる。ゴリラ蘇生もできるんですよ。あー、さすが。え？奥義たまらないの。
ゴー撃っちゃうから。あれか、闇打ちのやつで使っちゃうの。ゴー撃っちゃうから闇打ちたまらないの。行ってきた、行っちゃった闇打ち2倍になった。あ、受け流しだ。あ、受け流しか、ごめんなさい、見てない、見てない。オッケー。ゴリさん大丈夫なの？ダメそうだな。なんとか言ってます。ハハ言ってた。なんとか言ってるんですわい。あとはこいついらないな。もっとみんな切ってくれて言うのよ。俺はちょっと余計なの厳選していこうか。ナイスー、ワイナイスあと一匹。はっ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 はいくで。イオちゃんおるで。いやあ。あ、もう毒になったの？ねえ、毒。傘の影で入ってきますね。うへえ。あははん。ゲロ。あ、ちょっとやめてください。え、なんで今何が飛んだの？あの透明兵があれかな、ズレかな、なんか今ズレてました。全然何もないところへ吹き飛んでた。びっくりしたな。ナイスー。急に空中に飛んでったから、あのオートの圧力でね。自分のそんな強く自分のゲロ見てびっくりした。作用反作用ってあるんですよ、物理学。なるほど、なるほどね。数学相当難しい問題だね、それは。難しいんですよ。あ、馬やだ、行かなきゃ。あ、防衛地内か、じゃあいい。防衛地外、じゃあいいっていいですね。じゃあいい。あ、いいやーなんだ、いいやー。あれっすか、ワンピースっすか。実写版の実写版。はい。
なんだかんだ、まあ、あれはあれでって感じですよ。ちゃんと作ってる感じは。うん。そうなんや。バギーの完成度は高い。あれって、ね、元々あのふざけた顔してたっけ。ネットリックスは見れないなぁ。アマゾンでやってくれないと。アマプラ。うん、まい、死にそう。1ミリしかない。ナイス。オッケー。いいようで稼げるんじゃない？まだ1分あるから結構。さらなる敵勢が姿を現した。ナイス。ナイス。あー。見分け。どこだって。あ、それそれそれいただきます。お、もらった。奪われた。闇討ちで奪われてしまった。闇討ちって出たから。出たからね。出たから。ここに四角があるから。なんか煙に群がってくるもん。かと一緒ですよ。煙があったらそこに向かうんで。むやむや。あばい。行きたくない。あばい、捕まった。ん？助かった。OK。 あざます。 OK です。お、抜けれるのいいな。なんかいいよ、すごいとこいいんだこれ。暗号、空打ちできる暗号がないの。どういうこと？あ、いいな。どういうこと？いやーい。いだ。いだ。ああ、もう倒してた。うん、死んどるかな。お、はい。いいよね、なんかすごい壁際にめり込んでた。お、ナイス。ごちそうさまです。ナイス、闇討ち。なに？おお。嘘だ。え、わ、畑一人。先行か。一人なの？先行かなんか踏んだら。畑一人なの？何も。わい、わい、消える、消える術何もないんですけど。普通に弱攻撃で。あれ？消された。まだいる？潰れたからきっと向こうから。うん、そうですね。あ、すいません。あ、いっぱい来るわ。
仲間の命を救った。やりやがった。あ、落ちたんだね。うん、落ちてるからね。力から何のかてめえこの野郎。俺いいよ、何のこの野郎。あー、そっちじゃない、そっちじゃない、君じゃない、君じゃない。急に爆発せないで。はい、おー、ナイス。闇討ちじゃないですか、これ。ん、過保護。あ、万歳と。あー、そうそう、違うゲームやるとね、引っ張られますよね。でもなんかまるっきり違うゲームだと全然引っ張られないけど、ちょっとテイストが似てると引っ張られるかな。マルテの回避か。はいはいはい、言ってるか。相手の前で。はぁはぁ言うて。はぁはぁは言わないだろ。あはぁ。出番ですよ。出番ですよ。はい、1回目。はい。高所闇打ち。あれ、ボリボリにした。上だ。あれ。はい、4回目。終わり。ナイス、ナイス、ナイス。やけど死にそう。やば。あんまあんはんはんはん。行け犬、行け犬、犬、えいえい。じっくりことこと。行くんや犬ども。ワインの代わりに。あはい、犬を出したんだ。戦ってくれ。いいぞ、いいぞ犬。行こう行こう行こう。太鼓叩いちゃうもんね。ナイス、ナイス。クロードには気を休むことがすらない。危ねえ。はい、あー、なんか天狗の音色がしますね。あんなとこにいるのか。闇が、お、あ、大丈夫ですか。ジェフさん、ジョセフさん、一発当たったらしい、死ぬから。あ、ここもうないやん。あ、パンチがない。
ん？どこだ？あ、あっちに。あいつだ。重いのが。どこいるのお前？まだいる。まだいます。どこいるのお前？僕が置いてきたやつが。置いてきたドボンちゃんがいるんだ。ナイス。ヤミオちゃん任せろ。誰も頼んでないじゃない？ヤミオちゃんは。いやー怖いっすね。もうだってヒヤリに打てる打たれるのに屋根の上登っちゃうんで。屋根登ってるね。っっああちょっと待って、あの人たちノーセンキューだわ。せめてもの手伝いでいいよ。ああ、ヨちゃん目の前で死んだ。取られたの。元気いっぱいですね。はい、そこかい。あぶれ。オッケーです。ゴリラさん。まずい死んだ。敵に殺されるよりヒアリに殺される方が圧倒的に回数が。はみ出ちゃった。ちょっとでもダメージ入ってたらすぐ闇討ち行くんだね。だってボタンがあるんでそこに。いやでそれでも何気に進んでるのがやっぱりね。いいんじゃないですか。すごいですよね。闇に打たれて三死してるっていう。いやいやすごいですよ。いやたまにねさ避けられない、いや、ね、そうなんですね、ヒアリもあるからね。そうなんですよ、闇打ち中ってやっぱ避けられないから。あ、迷い猫さん、ワンバンコでございます。弁慶なんか弁慶打ったらでも切り隠れプラス1が打てないから。支障をきたすんですよね、闇打ち。やっと落ち着いた。燃えろ。マヨネコさん、仕事落ちです。よだれを垂らした顔。まだ生きてる。まだ生きてるのよ。今闇打ち。なかなかのデスボイス、デスボイスだね。ダメ打ちやーっつったな。はい。ありがとうございます。おお。ここまで。迷いなくその屋根に乗っかってくからね。撃てられる前、撃たれる前に行けばどうということはない。ああ死んでる。この人ちょっと削ってもらえると。はい。すいません。すいません。いいっすよ。いいっすよ。ああ危ない、これ捕まる。
すごい。ヌーロさんが捕まってても鹿としていや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 、今のは闇討ちしても間に合うっていう自信があったから言ったんですけど。さすがだね。遠距離きついか。ああ怖い。そんなの、そんなのダメですよ。あ、イオちゃんか、イオちゃんか。あ、ナイス。味方ですから。ナイス。助かった。これなんだ、中二か、硬いとこだ。足がピーンってなるなってるわ。ここうまく登れれば足がピーンとなるんですよ。ああなった、危ない。みんな遊んでるけど馬屋来てくんね。言ってる。足ピンってますよ、やだな。俺今何やってんのかな。誰も馬屋に行ってなかった。うわ。いやみやあーい。あーい。闇打ちに向いてない声してますよ。バレに行く声。闇打ちの前に叫ぶって。紫に無理くりやろうとしてるからさすがにね。やばい。あー危なかった今。なんで火つけたの。なんで泣いてん。あぶね。なんか変だよね。どうですか、ワイだけ。ウェーイ。どこだ。うわ。300円しかない。あ、500円ある、買いに行かな。めちゃくちゃ1400円もあるわ。1400円だったら何買えるかな。何でも買える。あ、犬飼ってる。よし。炎上。あ、炎上だ。闇討ちあれかな、ホモラ出したら炎上になるのかな。ならないですね。なんない。ならないですか。博士がいなそうですね。脇差しで刺しちゃうんで。あー、なるほど、細かいな。はい。あぶれ、おい、いたのか。やらせない。やめろ。どんどん敵が死んでいくの。おお、今日波の音。
ナギナタなんかすごいことになってた今。なんかほら、ナギナタはなんか来るフェロモンでもあるみたいに。すげえ狙われん。なんでここで当たれないの？ああ、イオが犬に囲まれている。イオ、なんどうしたの？イオが噛み殺された。これまた対馬のことを逆恨みしだすわ。はい。回復はあれか持ってない。現状しかねえ。エコーかかってるよね。エコーかかってるよね。ちょっとね、ちょっとね、ボタン出た時と違うやつに闇打ちが飛んでいってしまいまして。あれさ、仁王の結果ですね。なるほど。仁王効果って言います。仁王効果だね。仁王ってほら飛び道具強いじゃないですか。あと、そういうことですね。どういうことかはわからんね。僕があの月キャンなんかちょっと出るようになってきたのはアーマードコア効果ですね。なんかね、中の2発がちょっと出にくいんだけど、ちょっとやっぱディレイっていうか遅くすると出るね。キャンセルが早すぎるのかも。うん、早すぎる。美味しいの？そうそうそう。月キャンっていうのはできるようになるとあの闇打ちしやすくなる。本当に？嘘じゃないよ。あの霧隠れがね解除されないから闇打ち圏内にこう。ほんほん言っとるやん。お、すげえ。今なぎなた溶けたな。頑張るんすよ。あーくーまは無理。くーまはくーまはちょっといい。くまってそうだ、闇打ちできないんだ。できないんですよ。じゃあくまはやっときますわ。あいつ森に帰ろうとして殺してます。こいつも森に帰るんで殺しました。はい、あいつあんなとこなんだっけ。キラキラさん、ありがとうございます。アクセルなぎなた、なぎなた、スライオリ機能。あ、止まりました。あ全然隠れてない。ナイス、ナイス。おお、終わったんだね。早かった。あっという間にデストップ。クリアしたとは思わなかったね、今。デストップ。闇落ちぶっちぎりですよ。81です。81もやったの？ 81 もやったの。すごくない？ 81？ さて、ちょっと早めに始めれそうだな。闇落ち81っすよ。だいたい、あれ？だいたい100前後ですよね。ずれてんのかな？いっぱい金だったから。本当だ。さあ、
もう一回やります？ちょっと、もう一回いきます。トイレ。トイレ？浪人がいないとあれかな。浪人にするか。どこがいいかな。どの伝説を闇討ちしやすい。5回死んでるから割る5で13回だな W。どの話にいたしましょう。うん、やっぱりね、カスタムが息抜きになってすごいっすね。2をね、あそこかな、あのね、エッチな敵が出てくるとこ。あ、天狗？あの天狗じゃない、いや、火の車のやつ。ああ、貨車だね。貨車か。貨車はでもあの股の中に入っていけば当たんないから。そう、股の間に。貨車まで行ってね、貨車の道中がね、まあ、長いね。長くてね。うん。うん、匂いも難しいもん、あれ。匂いは難しいっすね。最初は武器とか全然揃ってないから。難易度高いよあれ。セキロのが絶対今やったらね、今やったら絶対簡単っすよ。うん、そう。ああ、混ざるのは分かるね。妖怪ね、妖怪技のね、 R に。あとなんか匂ってなんか初心者おすすめ武器って何なんですかね。初心者おすすめは陰陽術。陰陽術。陰陽術後半じゃん、ね、使いやすいと思ってずっと日本刀一本でやってたんですけど。あー、いや難しいんだ。刀は難しいかな。あ、難しいんだ。ずっとコンボ？なぎなたが、なぎなたが一番簡単かもしれない。うーん、ただなんか強い敵になってくるともうなんかみんなハメ技ではめて倒してるから僕はちょっとできないですけどね。それは。あとボス敵の技を落とすんで。あ、ボス技あるよ。そうそうそう、それをつけると強くなりますからね。うん、僕はもう全然あの上段とか下段とかこう動かせないんで。あ、俺使ったことないわ。下段オンリーなんでほとんど。あ、俺ずっと中段。俺ずっと中段でしょ。中段でした。武器振ったことないわ。うん、陰陽術で死にまくってました。陰陽術行くまではさすがに確か振ってましたよ。なぎなたがま。ああ。だって呪力しか上げないから。あ、確かに。なぎなたじゃないと攻撃が。今源太郎さん何使ってるの？ピーラー。ピーラー。うん。僕も二刀の下段っすよ。で、秀吉のね、技があるんで。当たってました。あれもう200回近く戦いました、僕。マジで、それ超ラッキーですよ。うん、それはずるい。うん、よかったわ。それつけてます？あ、いいっすね。でも何個かあるんですよね。一個じゃないから。そう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 。みんな結構あの技使ってるんですか？使ってますよ。大体取ったかな。いまいちあの技を打つコマンドを覚えられなくてですね。
R1 だよね。 R1 の四角とか三四角か三角どっちか。どの伝説をお聞きになりますか。どこやります。でも陰陽術ボタン1個で済みますよ。まあ陰陽術もね極めたら強いっすよね。ランダムでいきますか。じゃあ、あ、ランダム、ごめんなさい、今の忘れてください。わかりました。さすがの目利きですな。侍なんかやらへん。よくしゃ、今侍で行くのかと思った。侍で闇討ちするのかと思った。それはね、なかなかの勇者だね、侍で闇討ちするっていうのはね。侍終幕でしか使わないんで。お、難しいね。もう狙ってた。もう上から狙ってません。そらそうでしょ、そらそうでしょ。あい、あっ、あっ、あれ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 、なぎなたの叩きつけを。任せろ、ワイが今行くぞ。あ、ちょっと待ってくださいね、やめてきそう。はい。本当だ、助けるより闇討ちしてた。痛い、まだ消えれない、闇討ち。さすがに紫は馬やがねえ。実は取ってない。エモト。あ、まずい。あ、危ね。口からお酒に飛ぶれた。ハイボールですよ。酔いが回りそう。それやめて、やめてください。逃げろ。ん？庭木ですか？おや。いやー、ちょっとこっち来ないで。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。やがね。
く。これぞチームナイス。ありますよチームワーク。チームはあのスタンドプレイだって。煙玉を使うってこと。味方のチームプレイ。へっしょでしょ、へっしょ。僕へっしょできるんすよ。敵嫌だから。どう？煙焚いてもろて。3回もヘッドできた。ナイスー。ワイがヘッド。あーい。ワイがヘッドのために電流玉を使うだなんて社交的になったもんやな。社交的、それを社交的っていうの。もう嫌で。はい。人のために煙玉使うだなんて僕ずいぶん優しくなったもんじゃないですか。えっ、ー、死ぬ死ぬ。あ、危ない。あのハゲ許さねえ。だいたいね、だいたいハゲてる。やりハゲです、やりハゲ。あれ。ではまさか向こうじゃねえだろうな。向こうなんかすげえとこで闇落ちたな。よし逃げろ。よし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 、戻ってこれました。ちょっと今消える術ないんで休んでますね。見た。よっしゃー、もろったで。お、ナイス。ヒアリが当たらなかったね。リアル勉強。闇打ちしたらもうお願いで丸連打ですよ。運だった。へこんでそう、丸がね。高橋名人ばりに連打してこん。16連打ね。もう1ない。登れへん。ああ、もうバレてる。いやー、あー、バレてる。ああ、君じゃない。
意味じゃないの、煙なの、煙ありがとうなの、やめ、あーやめ打ちできないの。今三角押しました。5を打ちに行ったら、あ、5ってそっか三角か、そう三角なんだ。はあ、あんあぶね。おさんが闇打ちしてあげるから。闇打ちしてあげるから。怖すぎる。なんかアニメキャラにそうですね。敵をなじるやつが。公園とかにいそうだな。サイコパスすぎない、おじさんが闇打ちしてあげる、おじさんが闇打ちしてあげる。闇打ちおじさん、事案だ事案、公園に闇打ちおじさん現る。闇打ちおじさん公園に現る。闇落ちしてあげるからとなどと供述しており、背後からしゃがんで近寄ってくる模様。そうだ、怖すぎる。後ろから四角ボタン押してくるんだよね。四角が出ないとか言って。ただし闇打ちする前に叫ぶ。あー目が燃えている。ぶだ、ナイスナイス。天狗がいますね。天狗。おお、すごいことになってる。天狗は結構。すごいことになってる。結構なお手前で。お手前はね。オッケー。なんだよ。あと10秒やけど。あと5秒。誰が助けてくれるんも。あーあ。ああ。間にいた。みんな。みんな誰か助けるやろうと思って。1分後に死ぬゴリラ。ちょっとこれはリベンジじゃないですか。リベンジ、ちょっとね、弓取れ無理だな。うん、え、第八のたたりみたいな。ワイがや、弓取りをやれということですね。弓取りで闇打つの。え？くまい。本当に？ワイでも弓取りでしか木刀取ったことないんですよ。あ、これでも。だったらね。それはそう。弓取りでも闇打ちしに行っちゃうから。え、ちょ。霧があるとね、反射的に四角を押すようになっちゃった。そうでしょう。弓取りでね、闇打ち行ったら、うん、死ぬ確率、ね、死ぬ確率が。豪華なパーティーですね。天狗キラキラ。あ、じゃあ、すみません。
つをなんかあのアフデで変わったんだっけ。あーやめ打ちしちゃった。元々は技に入ってたんですけど早いやそうそう、あれがなくなったから。ああ、アンナさんバンバンゴでございます。そうですね、皆さん遊んでもらってます。闇打ち速射スキルつければええんやで。いや、一発ぐらい闇打ちやらないと気が済まーん。天狗すごい、今天狗見たら90度に回ってた。はい、お前スーパーアーマーついてんのかい。忘れた頃に闇打ちをしていつも思うんですけど、ワインの本やーないなった。破裂矢使ってバレただけ。ああ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 これはやばいかもしれないな。やばいな。お、さすが護衛ミッションみたいな。燃えたとこで立ってて。と、もよさんだろ、頼みだね、もう。ん？もよさんの回復頼みだ。こう、思うじゃん。俺、これ、気力5で、あの、夜波ですよ。僕が風波使ったこと、人生で一度もないんで。なるほどね。夜波か、膝波しか使わないです。ちょっと、源太郎さん、頑張りましょう。なんで僕は戦力外の扱いになってください。そんなことないですよ。夜波のたたりと闇討ちのたたりがいるから。ついやっちゃいますよね。おばん出たらやれとおばあちゃん言ってたから。おばあちゃん闇討ちとか言うの。物騒すぎる。闇討ちおばあちゃん。あんたや闇討ちしてきな。戦前の生まれかな、戦前の生まれ。闇討ちは後ろからやで。うーまや。うーまや。なんかに似てんすよね。ナイス。大丈夫かな。大丈夫そうだね。ナイス。いや、一本もない。なんで。命中の霊つけてます。命中の霊ついてないです。ついてないのかい。そらね、めぐみ。めぐみとめぐみと何ついてんやろ今。分かってない。もう赤くて何も打ってない。あ、それは嫌なくなるよね絶対。うん、命中の霊なかったらね。しかも命中の霊あったとて決勝できないんでね、うん、なかなか。あ、あ、溜まってるわ。はい、あれなんか全然当たらへんかったぞ。わあ、どっちもめんどくさ。あ、こっちか。
あ、上にいる。あー、なんだよ。矢倉の上は浪人だときつい。はん、サックス。今行くぞ、今行くぞ。あ、おらへんやんけ。はい。はい、オッケー、ありがとうございます。わー、危ない。もう全全職万歳ですよ。うわー、勝てよ。ワイの時間やで、ワイの時間やで。でしょ、頼むよ。溜まってます、溜まってますよ。そりゃもう今まで散々打たなかったんだから。壁向こう、いいよ、いいよ。お、けさすがやね。はい、危ない、危ない。あれよ、あれ。あ、大丈夫ですよ、源太郎さん。やーないになりました。やないですか。はいはいはい。ありがとうございます。すいません。すげえ問題でみたいじゃないですか、僕。ナイス。死なせない。代わりに疲れる。うん。直撃してた。それはひどいな。あ、あそこ、あそこ光ってます、あそこ光ってます。何、ください、ください、いや、ください。あ、いや、いや、いやね。もう一ない。あ、嘘、天狗じゃないっけ。ああ、あ、死んじゃった。死んじゃった。ありがとうございます。パペーン。か、すごい引っ張られてるんだね。はい、通り持ちは本当にどう引かない。あー、ごめんなさい、マナ。あ、いい。あれ、あ、倒れた音したけど、倒れた音したけど、なんか誰も死んでなかった。たまにあるね、バン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 ってなるやつ。あれですね、木刀判定にならないやつ。あ、ならないやつね。
まあ、絶対途中でいいよ枠。マジで。あ、お前いたじゃん、中じゃない、違うか、家の中にいない、いない、わいた、ほんとだ、あれです、見取りとこの目の下に、そこか。落としていってるだけなんですけど。クロードを撃ったのに敵は精鋭を繰り出した。ナイス。おう。はあ、鬼の体は黄泉の国へ。ありがとうございます。なに、マジ。アビビ、アビ。あ、あ。2フレームの月が見えなかった。ちょっと待って、あれあれ、ああ、おかしいなそんな今何が起きたんだろう。うちつね構えてるときはもう一人生き残ってたのに。なるほど。ちょっとクリアしたいですね。お。源太郎さんもう限界ですか。いけます？僕ちょっと夜ご飯食べてきていいですか。ああ、いいそういいそう。代わりに多分誰かが。誰かがいると思うんで。OK です。じゃあ、お疲れ様です。アルタス。3人で行きます、じゃあ。
誰かいらっしゃいます？ケースとさんとかショートの舞台来てくれないですかね。ケースケさん、あ、本当に？本当？あ、ほんまや。なるほどね。人はいるんだけどな。ノラ入れます？誰か来ませんか？変装した顔。アルトス。そういう風になりますかね。いやでもゴリさんはね、そう簡単には倒れないじゃないですか。そう言うてられるのも今のうちですよ。誰か来てほしいですけどね。あ、いいですか？リアさん来てくれるかな。はい、DM せずに山椒さんに送ってましたけどね。あと3分。ドラマってしてますね。あ、ジョセフさん、あと3分ってどういうこと？あと3分でできるってこと？ラーメン作ってんのかな？あ、まあ、お、いらっしゃいましたね。ああ、山椒さんもうちょい言うてるけどもう手遅れ。ああ、ジョセさん。まあ、大丈夫です。ごめんね、ジュセフさん。ディオさん。ディオさん、はじめまして。よろしく。はじめましてなの？はじめまして。そうそうそう。アルトス。そうなんですよ。いいですか？これはわしの好きな話。ただ闇討ちがしたいだけなんです。闇討ちがしたい人は一人だけだね。ちょっと
闇討ちはしなきゃいけないんで。言ってなあ、よだれを垂らした顔、クロスした剣、フラッシュを焚いているカメラ。あと3分。行くわ。すいません。戦に舞う影。助かった。よっしゃ、闇討ちや。いや、闇討ち。闇討ちはね。なんとかクリア行きたいですね。いや、そうなんですよね。クリアはしたいんですけどね。でも闇討ちの天秤にかけると。いや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 、クリアしないと天秤もクソもないから。あれ？まだいる？ナイス。そうなんですよ、おソロなんですよ、僕ら。あれ、闇討ちは？いや、撃てなかったから。終わりそうです。次こそはなんとか行きたいですね。お願いします。来てくれたからどんだけボケても大丈夫。おお。なんと今の身内ができるじゃないか。僕だって吹き針ぐらい使えるんですから。ヘッドしてるでしょ、僕。
ミュアイの方が来るかな。オッケー、回復が気持ちいい。でね、リクター、必勝のためのやめ打ちのための武器のパカ。いいよ、打っていいよ、打っていいよ、やって。ワイの毒ね、 HP 減らないんですよ。残念ながら、ごめんなさいね。あーマジでー、もう一回帰ってるのか。あー、やめ打ちが出た。いや、行かなきゃ。ナイスあ、まだいる。そっちに引っ張られてますわ。あった。急にマダムになったね。夫人持った。デヴィ夫人？デヴィ源太郎。ケービー夫人。まぶしい。ああ、うん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 。ありがとうございます。何の歌今の？アンパンマンのマーチ。いや、全然違ったと思う。あーあー違う。あやばい、どっかにいる。ナイス。それはまあ。アンパンマンは君さじゃない。そう考えるとさっき僕アンアンアンって言ってましたけど、ね、そうドラえもんだね。イヤちゃん、イヤちゃん、イヤちゃん読み打ちですか。いや、まあ、はや、そこ関係ないから。
めに登らないと。あー、蘇った。おいー、どこ？そうでしょ？誰か捕まった？はい、です。どこや？お願いしますよ。あー、今い。誰も弓取りやらへん。もうなんていう今の攻撃。あっちですね。すんごい集まってる。あたいの輝ける場所。助かった。あ、君じゃない。君じゃないのよ。オッケー、オッケー。あ、取られたんだ。あ、あ、うん、どうしよう、ボーイ。この辺じゃない？さっきからやられてるの。そうですね。だいたい天狗出てきたあたりからみんな急に倒れ出す。一番乗り。天狗が来たぞ。うーぜ。上だ。矢倉です。ナイス。ナイス。
それ源太郎さん可愛いよね。あ、ちょっと待って。ああ。ナイス。ナイスじゃねえし。ナイスじゃねえよ。いいよ。耐えた。これはいけるんじゃないですか、ここまで来たら。勝手に屋根に登ろうとした。いや。大迷惑大迷惑じゃん。さすがですね。恐ろしいですね。 みんないつも楽しんで、あもらえてるようでそう、楽しんでんのかな。トリッキーすぎて普通に木の目の前に降りてもうた。だってワープして左のど真ん中にテレポートしながら闇撃ちしたんだもの。あっつい。あいや。お、終わったかな。源太郎さん一人でやってるんですけどね、あっち。源太郎さんなら大丈夫。さすがやで。終わったと思ったら違ったわ。ボーナスやこれ。火力いきますよ。火力いきます。いやまあ、何しに来たんやって感じですよね、今の。着いた途端死んで、リオさん巻き込んで。オッケー。買い物行こう。今まで買い物行ってなかったから死んでたんや。そうなの？あぶな、あの階段の上。よっしゃ、変えた。クマ。はい、はい、
ああ生まれたしょ。生まれた生まれた。ああ危ない。はい、イオが生まれたよ。生まれてる。やべ、道場とも全然和気ですよ皆さん。弊社を任せろ。本当？あ、ディオさんが来てくれたけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、霧がくれ溜まってると思ったらクマやった。あ、いやクロードは助けを求めた。ナイス。ナイス。クロードの人種が少しずつ破られる。道場もう落ちてるんだよねこれきっと。弊社も落ちてますよ。あー、うれぇ。オッケーオッケーオッケーオッケあああんまり出張して死んだら怖い。出張先で倒れられるといよいよ信用されなくなってきてる。ついに1時間前とかやあー生まれとるよ生まれとるよ。生まれてるよ関係ない。あ、はい、取られた。はい、クマや今やクそうやクマや今こそクマの。なんで。オッケー。危ない。ちょっと待って、撫でてる場合じゃない。そう撫でるとね。あ、ああ。青い。ユンタラさんの回復があるから。うん。マンちゃんどこ行ったの？クマちゃん、イオをなぶってないかあれ。ああ、やってる。やっとり返ます。ああすごい。あのクマちゃん、激しいんだから。炎上か。闇討ちやとわかんのかな。
ああ。ディレイすごいな。あーまたヤグラッチ。ナイス。ちゅうゴリさん、ゴリさん、今も思いっきりツンツンされてましたやん。腹ぶっ刺されましたけど、何か。あ、捕まりましたけど、何か。壁の向こうじゃないの、これ。あ、それは絶対当たる。あ、ナイス。通っちゃった今。あー弓取りがいますね。しばしの間に太刀がぶつかる鋭い音が。ああ大丈夫か。今のひどかったですよね。新幹線で新幹線で押し込まれるっていう。あ、この手前また死ぬか。
てたの。オッケー。あ、弊社落ちた。あ、落ちてる。ナイス。これで何してんの。これで余裕じゃないですか。これで体力満タンのはずなのに、源太郎さんとディオさん黄色くなってるけど。あ、治った。一番危険だね、防衛自害。そんなこっちまで追っかけてくんのかい。どうしたんですか。あやっと油断で死にかけまして。まだいる、まだいる、まだいる。あ、いいっすね。いいですね。ああ、ワンパンって気持ちいいですよね。やっぱ生まれたと思った。やべ、全脇だ。またナイス。あー、ラスト？やっとだね。あー、こないだそういうので全員捕まって終わる配信があったんですよ。
ラストで12ウェーブかなんかで全員一瞬で捕まって終わるはずですよね。心当たりがあるな。はい、ね、あんなとこで油断したけど真奈子のなんかでみんな元気に吐いてましたもんね。ああ、兵舎が危ない。兵舎兵舎落ちちゃった。行ったんじゃない？行ったんじゃないですか？行ったんじゃないですか？ナイス！ふぅクリアできましたね。どうもアルタス、皆さんありがとうございました。敵は全て倒れた。クロードは生き延びたことにふっと息をつく。だが撃つべき敵はまだ残っている。ほんとね、3度目の正直かな。うん、さあクリアできて信じれば報われるんやな。お、すごい闇打ち97。はーい、すごい。9回死んでるんですけどね。源太郎さん12回も蘇生してるやん。いや本当にすごかったですね。なかなか。アルタス、またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。失礼します。いや楽しかったですね。ぜひまたね、皆さんと一緒に遊べる時があればね、タイミングが合えば遊びたいですね。大丈夫です。ありがとうございました。カウボーイの顔。アルタース源太郎さん。やっぱりね、みんなで遊ぶのは。源太郎さん、リオさん、ありがとうございました。あ、ごりました。アルタース、ゴリさん、アルタース。なかなかの、いやでもそんなヒヤリ無理くりヒヤリに当たりに行ってる感はあったけどね。でもそんな思なんかみんなが言うほど死んでなかったような気もするけど、ゴリさんは無理くり W、そう無理くりね、無理くり当たりに行ってる感はあったね。せめて陣地の中でね。せめてあれですよ、陣地の中でやってくれるとありがたいけどね。陣地の外でやるとやっぱヒヤリ率が高まっちゃうから。
よし、まあ今日はこんな感じでね。あれが無理くりあたりに言ってるわけじゃないから困る、訴えるような顔。ああそう。カセパッチシアトンギーアウト。突っ込んでんだねあれはね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。だってそこに敵がいやまあそれはみんな思ってるからね。敵がいるって思ってますから。でそこで闇討ちっていう。闇討ちっていう選択をね持ってくるところがすごいよね。W じゃあまたね配信すると思うんで、まだまだ対馬は不滅ってことで遊べるのかな。ぜひともまたね一緒に遊んでくれる方いらっしゃいましたらお声かけてください。遊びましょうっていう感じで、どうもご視聴アルタス、また配信します、失礼します、アルタス。アルタスよろしくお願いします。ワンバンコでございました。